江戸もわきです。さあ、今日はですね、海老名サービスエリアにやってきているんですけれども、先ほどね、小田急線の海老名駅からタクシーでここまでやってきまして、高速から来なくてもこちらに来れるということでね、まあこちらのね方でグルメといえばやはりこの方でしょう。こんにちは、ハイジです。よろしくお願いします。さらっと登場する、はい、そうですね、はい、おしゃれな感じで来る方もここですよ、はい、結局来ましたね。来なきゃしょうがないですよね、海老名サービスエリアは有名ですから。タクシーのうんちゃんが上りの方がいいよって言って上り連れてかれたんですけど、全然出店なくてですね、あのスーパーのデパ地下みたいな感じかな、はい、上りはね、下りの方があるとということでね、下りまで歩いてきました。はい、それもできるんですね。それもできるんですよ。いろいろあの出店出てますんで、ハイジさんとね食べまくりたいと思います。そうしましょう。行ってきます。行きます。お願いします。エビナなんでエビを使ったメニューが多いんですよ。なるほど。たこ焼きもエビ入ったりとか、はい、こちらお好み焼き屋さんもやはりエビが、ね、エビナだけにエビが入ってます。あ、そう、確かに1個大きいですね。ということでね、一発目はこのカラカラ屋さんで唐揚げ、ハイジさんも買っちゃったんですけど、僕はね違う味食べようかなと。なんとこちらのカラカラ屋さん、僕が以前紹介した鳥仙という唐揚げ専門店のお店あったんですけど、そちらとね同じ系列店だそうです。間違いないです。じゃあすいません、僕はあの骨付きももの1枚揚げください。はい、お店の方に言えば揚げたてでもいいですよということでね、揚げたても注文できますんで、骨付きなんで5、6分ぐらいかかるということです。でね、唐揚げの次はね、隣にありますこちらのお店、ゆうかろうさん、海老名サービスエリアでしか食べれない角煮サンドをねいただきたいと思います。これです。はみ出してる。他にもね、豚まんもうまそうだし、エビニラまんも美味しそう。お待たせしました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでカラカレ屋さんで唐揚げ買ってきましたけどね、ハイジさんは鶏もも、あ、僕のチャンネルもそれやるんですね。やったかったから嬉しいでしょ。僕はちょっと骨付きなんですけどね。見る？はい。あ、やばいっすね。うん。うわ、うまっ。めっちゃうまい。どうですか、ももは。やっぱり柔らかいですか。プリプリ。プリプリ。ほら、中の肉すごい、なんかすごいでしょ。綺麗な肉色してますね。ね、海老名サービスエリア来て鶏肉を食らうっていいですね。そうそう、カリカリ。そう、この音。いや、もうこれもうご飯ないのかな。お酒好きだったらこれビールなんですかね。白いご飯食べたから分かる。お弁当にしないですね、これご飯とかつけて。こだわりなんですけど、唐揚げ1本でいくぞっていう。うん、うまっ。いい天気でね、うん、意外と早く来れましたね。早くですね、10分ぐらいで、10分弱かな、もうね、うん、来れましたね。いい場所ですよ、だから車で来なくてもいいんだから。いやー、うん、いいなー、これはでかかったですね、バッキーさんのこれ。音、いい音出すなー。いやうわうわ、うまっ。完食です。一発目はカラカレ屋さんいただきましたけどね、美味しかったんで、ぜひ唐揚げ好きな方はカラカレ屋さんにね直行してもいいんじゃないでしょうか。確実にね。はい、はい、そしたら角煮サンドを買ってきました。ゆうかろうさんですね、お店の名前が。中はこんな感じです。これちょっともう角煮プルプルだな。あらら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 、これはうまそうだ。落ちた落ちた、うーわやばいな、めくってる。ちょっとした指の震えでもうプル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 言ってるから、角煮がいいな、食べようとして、ね、これはご飯はないのかな。うーわ、うん、待って、今角煮1個持ってった、もう1個持ってった。脂身うまっ。うわ、これはうまい。ご飯白いご飯がサービスエリアにないんで、白いご飯。角煮サンドなんですけど、この生地にタレも染み込んでて、これ食べてもご飯いけるんですよ。海老名サービスエリアの下りでしか食べれないものらしいので、うん、下り限定です。もう、そうです、上りないんで。上りなんか僕ら見てきたので、そこまで歩いてきましたから。上りから歩いてきた。これめちゃくちゃおすすめです。はい。うん、ちぎれてますもんね、もう生地がここから。上がりです。うん。もう肉汁も端っこの方だから、
まだ肉が入ってなかったとか現象がないですもんね。全くないです。どう食べても肉がもう飛び込んできますよね、うん、すげえな、うん、ここまで食べてももう一個食べたいって思ってるんですよ。食いしん坊だねやっぱ。いや本当にそうです。さっきの唐揚げもそうなんですけど、うんうん、中毒性がある味付けだし、やっぱ角煮って格差あるじゃないですか、ね、美味しい角煮と、はい、まあそれなりの角煮というかタレの濃さで持ってこうとしてるなってのがありますよね。ありますよね。これはねないんですよ。そういうのが完璧です。これ見るからにでもそうですもんね。もう柔らかいし肉汁たっぷり詰まってて、うん、タレもね甘辛でね脂身のねこれバランスもちょうどいいんですよ。手でこうやったらもう角煮がちぎれんだもん。ちぎれちゃうんですよ。歯いらないじゃん。そしたらうん、うまっ。じゃあ最後に1個いただきます。うまっ。いやもう本当に最高にうまい。よかった本当に。今日は僕は今の生きがいはこれ本当にもうネタでも何でもないです。美味しいものを食べるのが生きがいですから。ですよね。結局それが一番幸せということで、はい、家族もいませんし独身なんでもう楽しみが本当これしかないんですよ。もちろんね息子娘が僕も結婚して生まれて、うん、職はね今まで通りだと思いますけども子供もね大事だなとか宝物だなというふうに思える時期が来るかもしれませんけども違う生きがいがまたできるかもしれませんが、今のところは今のところないんで、うん、そっか、はい、確認を食べることが生きがいですねそうなっちゃうわけですよ確認、はい、それはだから来なきゃしょうがないですよ。エビだからまあそうですね。でもここはクオリティ高いですね。どの店もねテレビとかでもねいろいろ特集されてるだけはありますね。僕の顔より長いって相当なことですから、ね、いやでも意外といい勝負顔より意外といい勝負いい勝負しちゃったそしたらねなんかハイジーさんがこのセレブガチャやってたんで僕もやろうかなと思ってね。景品がねこんな感じなんですけどこれ空気清浄機まであるのか。あこれはオーブンだ。これ欲しいな。多分ねワッキー TV でねガチャガチャ動画って初めてだと思うんですけど、まあ、せっかくなんでねでさっきハイジーさんがやったのここなんですよ。腕輪みたいなちょっとハズレっぽいのを出してたんで次はいいの出るんじゃないかっていうちょっとねずる賢っぽい感じでここでやりたいと思います。金の玉が出たら当たりなのかなちょっとわかんないんですけど1000円やってみます。はい。あ白かちょっと怖いな。ちょっとじゃあこれ白これももう外れでしょう。これいやめっちゃ軽いんですよ。大当たりの場合は紙が入ってるんです。あ紙ですかこれ。さっきのハイジーさんのと同じえまたこれ外れですよね。外れです。どうしますこれ1000円の価値あるんですかね。ないです。ないです。ねないです。外れです。どうしましょう。これはなんで、はい、あぶなぁ危ねなんで、はい、なんで、はい、あぶなぁ危ねガチャガチャ歴の長いハイジーさんからしたらもうこれはハズレと一番のハズレ。一番のハズレ、はい、だって100円のガチャでこれ出ても嫌でしょ、はい、1000円だもん。しかもこちらでございます。はい。いやでも嬉しいです。ワッキー TV でガチャガチャ動画初めてなんです。あ、そうなんですか。やったことないですよ。ガチャガチャ楽しいのにやんないですね。最初はハズレからという、はい、これから何かあるかもしれませんけど。これ組み立てプリンということで、はい。あ、ヒルナンデスでもやってると。一個280円。はい。組み立てプリン。組み立てプリンっていうネーミングがいいですね。組み立てプリン。組み立てプリンですから、プリンを組む生き物いないんですよ。組み立て卵で作ったプリンってことですよね。そういうことですよね。はい。あ。ちょっと断面見せたいなと思ったんですけど、これ表面固めですね、ちょっと。あー、なるほどね、中濃厚な感じで、はい、こういう感じですね。あ、しっかりしてる、うん、あ、濃いね。うわ、これすごいカスタード感。ちっちゃいってことは、こんだけもうギュッとしてるってことですか。でしょうね、うん、うん、相模原市で作ってますね、うん。やっぱ車の中ってちょっともやっとしちゃうじゃないですか。ずっと運転してね、ちょっとここ寄ってこのプリン1個買ってね、車の中でこうやってパクパク食べるとだいぶ口の中も爽やかになるし糖分補給できて、すっきりしますね。すっきりしますね。これ甘いですか。甘みはねくどくはないです。そうなの。やっぱりこれさっぱりしてるんで。さっぱりしてるんだ。その感じでなんかこうくどくないっていうのがいいですね。大人のカスタードプリンなんだけど、ちゃんと甘みもあって、うん、ってことはやっぱりできてすぐの、もう本当に産んだのですぐ作って、うん、カラメルもね、下のありますので、うんうん、苦味と甘みのこのハーモニーが苦味もいっぱいあるの。大人向けなんだ。ちょっとこれ大人向け。
肉汁が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 嫌だ